Bonjour, mesdames et français, et Lourdes et la Corse, et puis mesdames et américains, australiens, et 日本の皆さん、こんにちは。今日は今回の豊川海軍交渉75周年記念の2昨年の説明をさせていただきます。皆さんご存知と思うんですけども、広島、長崎は世界に知られておりますけども、豊川海軍交渉ってもうまずほとんど知らないんですね。で、なぜこれがすごく大事かというと、学徒、あの生徒ですね、いわゆる子どもたちが課外授業といって、そのつもりで行ってたら、実は爆弾を作らされていたと。そういうことで知らない間に犠牲者になってしまったということが、だからもう人災はこれからできるだけというのを皆無にしましょうと。そういうことでこの絵に祈りを書いて書きました。特にこの場合はレクイエムでもう爆弾が落ちたまんまですね。やっぱり厳しさを書く。そのもう未来があった少年少女が何にも知らない課外授業って授業のつもりでやってたのにバッとやられてしまったって、そのまあ本当の悲劇ですね。でもやっぱり画家として芸術家としてあの悲劇だけを書くのは歴史でしかないという、歴史はの専門家が説明すればよくてということで、もう一つあと説明しますけども、焦点という作品を書きました。この作品は2作目で焦点という作品です。第1作目はレクエイム、爆弾が落ちた時に犠牲になった人たちの悔しさ、まあ、それを主に出したっていう。この作品はもうその悔しさは通り越えて完全に芸術作品、画家として芸術家として芸術にしてやろうと、ピカソのゲルニカのように戦争の苦しみはアートでという、それで広めようと思って、これは焦点ですね。もちろんこのように下の方にはレクエイムのように人間の苦しみ、男性と女性というのがもだい苦しんでいる、それが入っております。でもそれは歴史画なので、それから重ねて重ねて重ねていって焦点という作品ですね。それをやりました。で、今度あと5年後が豊川海軍交渉の80周年なので、その時には3部作を書こうと思っています。あの豊川海軍交渉のレクイエムと焦点という作品は2010年から書き始めました。はい。そして2010年の書き始めたのはちょうど私の故郷である豊橋の美術館で書き始めまして、ここに写っている方たちが当時の学徒で召集された人たちの生き残りの方たちです。で、これからずっと書き始めていった、それをこう皆さんで追っていきたいと思います。これが2010年に書き始めた作品です。下に引いたり上に書いたりとか、あの豊川海軍交渉というのはアジアで一番大きな交渉だったんですね。そういうことで悲しい歴史に残るところなので、犠牲になった2500人を思い浮かべて一人一人書いていきました。2010年から書き出して、本拠地は住んでるのはフランスなので、日本に来るたびにこのように何枚も書き、何人も書き、かつまたフランスに戻ってまた書き、だから一つ違うところはやっぱりあの地中海の空気は乾燥しているので、水彩のようにいちいちでパッと乾く、鮮やかな色が残る。日本は湿気があるのでじわりじわり乾く。その二つを自然の特性を生かさせていただいて、だから普通で日本で描くと暗い色になってしまう、どうしてもね、特に戦争画というのは。だから地中海の明るいパッと乾く真っ黒い色を使っても綺麗な明るい色に見えると、その両方をうまく混ぜて作った作品です。この展覧会は8月の30日までやっております。だからぜひ皆さん見に来てください。 This exhibition continues till 30 August jusqu'à 30 août donc avec cette époque c'est difficile de venir mais j'espère que vous venez。 この展覧会をぜひ8月30日までにぜひ皆さん訪問してください。そして皆さんと一緒にこの学徒たちの冥福を祈り、もう二度とこういうことを繰り返さないということを、あの私も入れ頑張りますので、皆さんも心の境になってくださいませ。メシボックありがとうございます。 Thank you very much。